っこ。ペッパとジョージはマミーたちの部屋で遊んでいます。これなんだろ。箱には古い服が入っています。うわぁ、コスタディの帽子だ。こっちはマミーのワンピース。ジョージ、これを着てマミーとダディに変装しようよ。はい、ダディの帽子、それとダディのコート。こんにちは、ダディピック。今度は私の番。これはマミーのワンピース。それとマミーの帽子。ダディピック、靴はどうしちゃったの？私も靴を履かなくちゃ。それからお化粧もしないとね、マミーみたいに。マミーのメイクボックスを見つけました。あった。パウダーをパタパタ。素敵。口紅も塗りましょう。とっても綺麗よ、マミーピック。さあ、ダディピック、お仕事に行く時間よ。マミーはコンピューターでお仕事中です。あらまあ、ペッパにジョージ。え、今なんて言った？ペッパ、挨拶しただけよ。私、ペッパじゃないもん。私はマミーピック。そうね、そうだった。どうも、マミーピック。こんにちは。こっちはダディピックよ。ジョージ。あら、こんにちは、ダディピック。ちょっと失礼。私、仕事があるの。もしもし。そうよ。あれとこれお願いね。違うわ。ありがとう。さよなら。ペッパはマミーピッグになって楽しそうです。でもジョージはちょっと退屈そう。待ってね、ダディピッグ、すぐ終わるから。はい、おしまい。さあ、ダディピッグ、あなたのお仕事に行きましょう。じゃあね、マミーピッグに、ダディピッグ、さよなら。ダディピッグは庭で穴を掘っています。やあ、ペッパ。やあ、ジョージ。ペッパじゃないよ、私はマミーピック。こっちはダディピック。ダディピックは仕事をしに来たの。それは助かるよ、ダディピック。でも気をつけて、深い穴だからね。でも一番いい服を着て穴を掘るのはやめた方がいいんじゃない？私も大きな音を出してみたいな。さあ、アイスクリームよ。アイスクリーム？ペッパ、ジョージ、食べる前にその泥だらけの服を脱ぎなさい。私はマミーピックで、こっちはダディピックなの。本当に？そうだよ。じゃあ、ペッパとジョージはどこなの？知らない。残念ね、二人の大好きなアイスクリームを持ってきたのに。いないなら、これはここにいるよ。ペッパ、ジョージ、あなたたちだったの？そうよ、マミー。私たち、マミーとダディに変装してたの。すっかり騙されちゃったよ。